今回は「地震は必ず予測できる」を紹介します巨大地震の前兆を捉えていたのにそれを公表しなかった3月11日のその大きな公開から私は決意したどんな壁があろうとこれからは人々のために少しでも前向きな地震予測をしていこうと2013年のメルマガ発行開始以来 震度5以上の地震を確実に予測し該当地域に事前警告を発してきた著者なぜこれほど的確に危険地域を特定できるのか専門の測量学の知見を生かし全国の電子基準点から送られてくる GPS データを分析することによって得られる画期的な地震予測のメカニズムが 本書で余すところなく明かされる星が1つと5つときっぱり分かれているのは地震学や地質学の人たちがこの本や地震予測の手法を否定していてそれ以外の一般読者が肯定しているということになるのでしょう2011年3月11日に東日本大震災の予測ができていたのに会社の指示で公表しなかったという心苦しさ。 技術者・科学者としての通説な反省に基づいて地震予測の情報発信会社が設立されたという初心が良いたとえ外れて恥ずかしい思いをしたとしても技術者として精一杯やった結果であれば仕方ないそれよりも分かっていて沈黙をしている方がよほど恥ずかしい無しの真心技術者魂に基づいています以上 興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。